Oh!
ください。Come on.
Round one.
Tyson win. Round three, fight.
Thank you.
Hold you!
You in?
というわけでね、本日は、2019年の3月1日にということで、まあ、あれですね、気づくと3月、あっつう間でした、2019年も3月、2ヶ月終わっちゃいました。本日、3月11日は、113回の、式の細道となりますので、今ちょっとエントリー出揃いましたので、今日ね、すごいです、人数がすごいです。なんと何人でしたっけ、15人もいます、今日15人もいます、びっくりです。で今日、すごいメンバーも来ていただいているので、すごい強力なメンバーしかいませんので、皆さんあれしてください、気をつけてください、驚いてください。ちょっとね、驚きすぎないように気をつけていただきたいところがあります。
じゃあやっちゃいます。はい、じゃあそろそろ出揃ったみたいなので行きたいと思います。1試合目が、第13回、あ、113回ですね、失礼いたしました。第113回四季の細道ですね。1試合目、デレローさん対セロテープさん。そうですね、デレローさん、最近いろんなところに来ていただいております。ありがとうございます。すごいやる気でね、バーサスの東西戦なんかも大体出ております。素晴らしい、ね、勝利権を見せていただいてますんで、かなりポテンシャル高いです。さあ今クレジットを入れておりますので、入れ次第ですね。はい、入りました。キャラを選択してあるキャラをお願いいたします。1P 側デレローさん、リュウ、 2P 側セロテープさん、ホンダ。いやー、やってしまった組み合わせだこれは。さあ開幕張り手バックジャンプ避ける、ファイヤーを食らってる。この波動を抜けてるかどうかですね、ホンダが。ただセロテープさんも結構ホンダをなんかやってるような動きしてますね。最近はかなりセロホンダやってます。あれでも色替えしましたね。おっと、大昇龍目の前でスカッシュ裏からおいちょ。さあ待っての鬼武将、あえていかなかった。やはりこれはやってるぞ、これはできてるぞ。さあ画面端、ここで殺せるかどうかですね。ホンダは今のところ完全対応。上からおっと大ボス、最後スカッシュ。鬼無双は、いやー、鬼無双はうまいこと避けたのですが、後ろからドスコイでしたね。さあセロテープホンダ勝利、セロホンダ勝利。今日すごい人がいますね。さあ、3人目エクスパーさん、我らがエクスパーさんですね、リュウ。また竜で続いて、ホンダとしてはかなり厳しい組み合わせ。さあ飛んでくる、しかしちょっとまさに翻弄されてる気がする。おっと上から100番上りを当てていく。強気な行動。おっと後ろから張り手だった。さあ張り手ゆっくり詰めていく。100巻おっどうすこい2連勝、続いてデンさん。さあ入ったのはデンさん、ベガ。さあベガホンダはどうなのか。これ両方玉なし同士なんで、あっ強っている。結構あれですね、気まずい瞬間があるのかなと思いきや、一方的にガン攻めみたいな感じですね。さあ先に取っていったが、おっと入ってしまった。投げるガード最後でヒットして、画面端固まっている。おっとドスコを落とす。さあデビルバース、おっとバックジャンプが刺されるドスコに。これはうまいことハマった形。さあ、距離を置いていく。やっぱりそうですよね、ちょっと気まずいのかな。おっ
からの暗い、あ、気負っている、安井が削っていった、セロテープホンダ勝利。さあ続いて名もなきバルさんですね、お願いします。さあ名もなきバルさんは当然名前の通りバルログ、この方もね最近かなりいろんなとこ来ていただいております、ありがたいです。おいちょいく、おっと今日で抜けた、バッテンで抜けていく、ドスコイが刺さった、さあ削り放題、おっと今日の対策ができている、できているぞ、おっと早詰め、これはさすがに、投げが、あーっと、おっと投げに行って、今投げれたら勝ってましたね、もしかしたら、はい、今日がワンテンポ遅かったみたいなんで、さあ空から、あっとめくり入ってる、危ない、バッテンで逃げた、らしい戦い方だ、これは考える隙も全く与えていない、おっと強い相打ちで強風が刺さった、だいぶ体力減りましたね、今させない、セロテープ、黒、あーっと置いちゃう、鬼武装合わせた、合わせていく、知ってる知ってるぞこのホンダみたいな。さあ続いて京さん、はい、京さんです、元池袋勢のね京さんも来ていただきました、今日久しぶりに、はい、そのホンダを殺してください、そのホンダを殺すのがお仕事でございます。京さん選んだのはいつも通りの剣、ラウンド1、はい、さあ開幕飛んでいくのか、だいぶ仕掛けですね、さあ上手で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  あ、セロテープです、こんばんは、気持ちよく勝ってたのになんか剣にやられました。さあ続いて 1P 側が京さんの剣、2P 側がほぼ山本さんのチュンリーですね。さあちょっと中段をテンションで勝っていく、足回してから昇龍、さあ足癖が悪い者同士踏まれた後に昇龍拳、さあ今生波動、
パはちょっとさっき自分もやられたんですけど、お釣りを地上で入れるのが難しいので本当は空中でさばかないといけないんですよね。さあ垂直ダイバーで、さあ玉の回転で剣が押している。あ、地中系体育ちょっとうまかったですね今のは。投げてレッパー、安く済んだが、さあ戦列も安く済んだ。勝利落として、最後はドンピシャ勝ったのは京さんの剣。はい、あ、チュンリーお誕生日なのに残念でしたね。いやさすが京さんってところですね。さあ次入るのは 2P 側、青木サイクロン残留ですね。10年ほど前に池袋で死ぬほどやってたと思うんですけど、はい、そうですね、池袋で大の近くですね。その頃から2人どれだけ進化したのかというと、私が見てる感じ、まあ、当時を思い出すというか、そうですね、そうですね、そうですね、足が刺さる。このメンツにあとシュウさんとか、あ、フォークのシュウ、いや違います、剣のシュウさん、はい、さあ揉んで揉んでいく、さあ出た、また揉んでいく、クライ揉んで揉んでいくといえば日曜日にストマックもみおさんの心の道がありますね、はい、あ、なるほど、ファイル受け身がない、めくりめくりからつなげていく。さあ、さって、ごめんねと言っている、なかなか失礼な人ですね。あ、なるほど、3月1日、なるほど。さあ、入っていくのは、亀人さん、関西から今日お越しいただいている、はい、よりによって S バイソンでザンギフに当たってしまう、出た S バイソン、デイトナ式は遠征勢になんかあまり優しくないという、そうですね、はい、そうでもなくないですか。あの気持ちは優しくあれなんですけど、でもちょっとこのキャラの相性とか、ね、そうですよね、結構優勝してる人いますよね。さあスクリューを決めていく、さあバイソン最近ちょっと使える人が増えてきてますね。バイソンすごいライトチャットを作ったんですよ、マスクに。どう、俺すごいでしょみたいなのあるんですかね。どれが起こるんですか。さあスクリュー、これはしょうがない、バイソン残機はしょうがない。おっと、あ、得意のだいぶ弾いた、あの5番3発がクセモノなんですよ。あ、続いて寺坂さんですね。はい、はい、ちょっとクレを入れてます。ちょいクレです。トイクレタイムで入ったところで、あれ今日かダルシムいますかね。ダルシムステージずっと続いてますよね。カワシムさんはいるんですが、はい、ダルシムを使ってくれてないので、なるほど、このままダルシムステージ継続と。そうですね、今日は早い展開でお送りしております。なるほど。さあ寺坂さん、北海道から来ていただきました、サガット使いの方ですね。ランキサガットもなかなか、そうですね、面白い組み合わせなんですが、おっとローなんかでもリバーサル出しましたね今。そうですね、あの感じだと下タイガーが何かだったのかな。さあ台足、ちょっと青サイ道場になってますね。さあバニシ、おっと弾きバニシか、噂のさあタイガーをダブラリで抜けていく、上からダルシムステージだとちょっと残機の飛びにアパカを合わせるのはちょっと難しい、ね、早いですからね。でかたい足。さあ続いて、いやバーチさん、自分です、自分の番です。続いてですね、バーチさん、またしてもバイソンかな、これ、はい、違う、あ、クレガ、セロガキさん、クレガ多分飲まれてませんか。
さあ、バチさん、お、リュウ、なんかバチさんも最近やってるので、リュウやったら使ってますね。そうですね。あ、そうなんですか。結構バイソンのイメージだったんですか。さあ、自分実はこのね、青サイ先生対策で本体入れといたんですけど、なるほど、当たらなかった。当たる前にリュウ2連チャンで当たっちゃいました。そこはしのいだんですが、ケイリーで。そうですね、はい。さあ、青サイさん大好物な攻撃戦、いいファイヤーですね。今足ファイヤー合わせていく、ダイヤスファイヤー、飛びは通らない青サイチョップ。しかしこれは待っている、昇竜待ち、起き上がり昇竜待ち。さあ、青サイさん大雑把と見せられて細かいこともやってくる。今ちょっとね、7フレームぐらいで出てましたよね、昇竜待ち。ダブラリで抜けていく、横押し力、青サイ横押し、チョップ、青サイチョップ、あれ自動で出るんで、自動一択なんですか。自動一択というか、自動一択、青サイチョップ。あのさあ、弾いた、ウィルチーさあ、さあ、青サイ無双で、続いてちょっとね、マイクがハウっちゃって申し訳ございません。でもすごいっすね、すごいカードばっかりですね。さあ、ザンギに対して金子さんは1キャラ目なので、もしかしてガイルじゃない感じ、ガイルじゃない感じ。おっと、リューダー大好きな、ちょっと青サイサービスになったんですね。そうっすね、青サイサービス、今日ザンギ誕生日じゃないんですけどね。サービス精神旺盛、旺盛な。ダブラリ、ダブラリ、これですよね、安全重ねからガード、やらしいですよね、これがやらしい。素晴らしい、よく踏み込みました。最後は8足、8台系空振りにミドルですね。8中継ですね、あれ長いですよね、8中継。やっぱり長いですね。あれのおかげで地上戦がかなりできると言っても、そうですよね。あれ X だけですか、あの長い。そうですね。あ、なるほど、今まではそんな長くなかったんですか。はい、そんな使える技じゃなかったんですけども、さあ、あ、埋めていったが新旧は削りに使って波動を食らう。おっと、ダッシュ前で待っている、素晴らしい。さあ、もちろんゼロドット、ダブルヤンガル、さあどうする。あ、ゼロドットじゃない、まだある、あるぞ。しかし中足ミドル、ミドル。さあ、青サイ無双で勝利。続いてカーシムさんですね。さあ、続いて入っていくのはカーシムさんの、そう、もちろん DJ です。残念ながらリド人ではなく、一瞬カーソルがあったんで、あれっすか。さあ DJ、 あ、お、ダイナック歩き、歩きだいぶ歩きましたね。ジャック、めくりは食らっちゃうよ。おっと、生き残れば安い。しかし酔ってないので、正面スライディング、投げる。側が投げに来るとは思わないので、そうですよね、はい、理由なんですよね。暴れないようにしてるとさ、置き攻めしない。画面巻きの背負わされてる大祭壇に何とか横押しで振ってきたが、あ、乗っていってスライディングに膝で乗っていって、怪しい、怪しい、上からおっと、ためなかった。ダブラリ、ダブラリ出る。さあ、裏からワンチャンあるのか。ダイヤシ連打しますね、だいぶ。そうですね、死ぬまでダイヤシみたいな感じになってます、ね。さあ、空投げ、そしてなぜか空投げ、最後はグマ、うっちゃん。さあ、3ラウンド目までもつれ込んで、バニシング、ダブラリ。さあ、なかなか、お、ダイヤシが刺さる。安全重ねが早かったか、ちょっと。お、おっ
最後が抜けたがビヨってしまった。きっちり3段さあ、かわしむ DJ 勝利。続いて友田さん、さあラウンド1、はい、あ、セロさんクレジットがあれでございます。どこにあるの。たのは、イスラエル準備、イスラエル準備対 DJ。 これは私も見させてもらいたいですね。全く DJ はどうしていいか分かんないですね。出し合う、他には出し合って、さあ投げる、素晴らしい、あっとジャック DJ ジャックで割っていく。ラウンド2、はい、さあ割っていく、さあ、川島さんの DJ が勝利して、続いて、お、まさかこの方やってまいりました。元池袋で第3の資格アトミックアボーイさんですね、この方。まさかあの伝説の、今日残業多いですね。いや非常に多いですね。あの残業を見れると思わなかったですね、このデートの式で。あ、画面光らせてくれるのか、もちろん本人は狙ってると思います。防戦ゲージ画面全力ですよね、まずは。さあ上から、今日はそこまで露骨じゃないですね。スポット露骨な武器は下がりダブラより仕掛けて、さあ、ま、あっと高かったか、やばいぞ。さあ、残り足払い一発の体力ですが、多分狙ってると思います。ですよね、はい。ただね、転ばさないと難しいので、転ばすと相手死んじゃうしなみたいな。そうですね、はい、光りたいんですよね、多分そんなことを考えてるかと思います。光りたいのかな、大足。さあ、次のラウンドにお預けです、ね、るか、ね、ゲージ X はゲージ X としないですからね、ないですからね。またため始めからね。さあ、めっくりめくりのヒット率がすごいですね。ただちょっと今日は梱包精度が低い、ジャック、もっと今度はガードした、ファイル、どうする、ファイルからあっとノーマルスクリュー、しかしアトミックボーイ勝利。続いて、あ、グッチさん、グッチさんですね。ラウンド1、はい、ドガファイル、ドガ、え、ブランカじゃないか、ジブランカブランカはとりあえずバックステップがあるので、どっからでも増えるので、ファイナルトミックマスター食らいにくいといえば食らいにくいです。バックステップで離せるというか、どっからでも出るんで、はいはい、投げられずに。なるほど、はい、今みたいなこういう感じですね、はい、今のも、そしてローリングに対してのお釣りもないですか。ないですね。そして安全化され的なものもないので、起き上がりがちょっと攻めにくい感じです。そうですね、はい、地味に差し合うのもちょっと難しい。おっと、カニ食い暴れていたか、光ってくる、上からいった。あれもローリングで
拒否れるんですが、あ、そうなんですか、拒否れます。とりあえず今されてるのが空中なので投げは振らないんですよ。なんですが、さあ本日一光り目、地獄引きが異様に速い、8連打か、ぐらり今みたいな感じですね。技が埋まっていても出ればとりあえず、さあスピースです。紙だったこいつね、今本当は実はどっかでちょっと紙を通さないといけないところもあるんですけど、はい、ガンガードされてると体力取れないので、リードされたらば裏から、さあ通しましたね。さあ時間がないぞと、さあいい転び、逃げる、きっちり見てる、大足体力リードするとブランコが待てるので、ブランコもかなりのぶつ、さあ今の感じですね。ガンガの表紙にガードしてしまって投げ前に入ってもとりあえず拒否られる、あるものは話しても出るんですけど、あ、拒否って拒否って拒否にまくる、それからホットのライン、またしても光っている、上から光っている、上から光っている、これを見せつけるためにデートなしにやってきた男。さあ、最後のプレイヤーがグッチさんなんで、はい、続いて2周目ですね、2周目入ります。はい、1人目のデレロさんですね。いやー素晴らしい試合ですね、今のいいの試合。そうですね、はい、わざわざ光っていくというのは本当にですよ、はい、ローリングに、あ、スクリューでもいいか、スクリューでもいいどころか打撃でも何でもいい感じだったんですけど、ゲージャム出る、出る、大丈夫か、さあ、ダイヤシシンクはいいダイヤショットですが、かなりめり込んでいたんですが、シンクドンピシャで、さあ、分からないドンピシャぞ、ちょっと足が届かなかった、いや、実はその、ここであのフィニッシュが派手なだけで、かなり地道なテクニックがかなりありますね。ありますね。実はじっくりタイプなんですね。じっくりって、ただもう射撃に打ってるわけではなくて、狙える場所をちゃんと探して、サービス権よく出した。死んでしまうからです。さあ光に行ったが投げ返したが、投げる方向で逆だったんですね、あれ広い方に投げていれば、そうですね、逆に投げてればまだ何とかなりそうです、ね、壁際に投げた方が相手を追い詰めてることになるんですが、そうですよね、ちょっとごちゃった時は広い方に投げないと受け身となり投げ返されることがある。2連チャン目の竜はエクスパーリュー、今日はなんかあれですね、ザンギに優しい感じで、そうですね、どうぎどうぎと普段自分やってるとなんかガイルとかホンダとかしか当たらない気がするんですが、ガイルみたいな、ね、そうですね、まあ、今日はどうしたらこれを見るみんなちょっとザンギに優しい計算になってくれると非常に嬉しいですが、みんなで見せるんですよ、さあ、体力分でしたけど、長州投げで、さあ、ちょっと、トムパンクさんも、トムパンクさんも、さあ、光っていく、前の髪よりも下げるぞ、あれですね。
るプランはあっても、膝を当てられた時に2回回してるっていうのはなかったですね。なんかやっぱりまさか向こうから近づいてくるじゃん。力いきなりタイプの膝から投げが入るのか、お互い膝から投げていく、膝から投げていく、から投げていく、まずは鎖骨が当たらないところからさ、出て光る、さあ蹴りはどうなのか、まだあるか、まだあるぞ、しかし普通に跳ねていく、これはもうにっこりですね、今のですね、いい試合運びですね、トミックボーイ勝利。さあ続いてデンさん、さあそしてデンさん、バイソンや優しい、ザンギみたいにはみんな優しい、自分も2キャラ目ザンギなんですけど、優しいキャラが残ってくるといいな、全部殺されますよ、ね、え、さあ下オア上オア、そうですね、下オア上オア中オアみたいな、あっと削りに行ったところに、さあ生きてるぞ、ダイヤシン上から吸っていく、完璧なプランでしたね。そうですね、最後の1個前のダイヤシンが実は肝で、次の飛びにつなげるっていう、そうですね、ザンギに対しては実はスクリューとか諦めて1回食らうのも手で逃げれるから、そうです、スキルを警戒してダイヤシをもらった方が実は展開としてはやばかったりするんですね。バイソンバーとしては、はい、さあ飛んでいく、これから光った、これ絶対狙ってましたね、今の確かですね、もうピカピカ光っている。さあ続いて名もなきバルさんね、ちょっとね、はい、名もなきちゃうザンギ苦手だろ、あ、クレイフ、ちょっと名もなきちゃんまだザンギのあれがわからない、なるほど、これはちょっとわからない人には辛いと思いますね、逆にですね、思い切った行動、そうですね、分かってしまうとザンギが辛いですけどね、飛びからスクリュー、これがもうどうにもならないと言ってましたね、どうしたらいいの、こうなっちゃいます、ボディ光る、まあ普通にスカーレットテラーを出せばいいんですが、その普通にが難しい、そうなんですけど、失敗するとサメが何になったりするところ、アントピはしょうがないんですけども、今みたいにボディみたいな時は2回目の時はきっちり落とせれば、だって普通はザンギ使いがブーブーの組み合わせですよね、そうですね、まあ、これ今のちょっと深いですね、爪だけ当ててればいいんですが、さあまたさすがに体力残るので、気づいたら光ってる男、さあ逃げた、チョップ、ボディ、この方続きとかの反応もすごいんですよね、さあ、アトミックさん勝利で、あれ入ってくるのはゼロテルさん、はい、これはあれ、アトミックさんも元池袋勢ですよね、確かね、そうそう、元池袋勢同士の戦いですね、これゼロテル君 VS アトミックボーイ、さあ行ってみましょう、お互いプロレスキャラですね、はい、これ、99カウント3本勝負ってことでね、コーナーどっちか分かんないですが、まあ、さあ先行でスクリューはセロテープスクリュー、あれしかしセロテープザンギ色が違うぞ、青サイカラーだ、あえて青サイカラー、さあどうなる、さあどうなる、バカ試合みたいなところ直接行かない、しかし光ってしまえばという左右さ、さあまず1本目はセロテープ青サイザンギ、おっとバニシで当たっている、上からダイヤ
上から1回垂直を挟んで、しかし上から光っていく。終わったか、まだあるぞ。さあ走っていった。さあ両者こぎ合って 1-1、 最終ラウンド、ファイナルラウンド。さあどうなる、対決見るの僕初めてですね。ちょっと面白い組み合わせですよね。あっおっセロテープザンギが光った。まさかのお株を受かる奪う FAB でフィニッシュ。素晴らしい。あれどうもこんばんは、川島です。山本さん出番なんで、さあ、プロテープザンギがなんかアトミックボーイのザンギを倒しまして、山本さんチュンリーですね。さあチュンリーザンギは、さあチュンリー側が気候圏気候圏かなりきつい。さあプレッシャーをかけていくスローテープ。さあ大谷さんじゃないですか、スローテープザンギ。さあ上からバニシングで、さあごまかして、さあスクリュー。さあ1回目スローテープザンギ。中足、さあ強い技を振っていく。中足にはザンギは飛んでいくか、ミドル中足シューキックですね。さあしかしシューキックは多分前に負けるかな。さあ山本の勝利。さあ中足が粘る。さあ立ち台キックが読みが塞いで、ここは上から。さあ引っかかって早めに押して助かったが、さあ戦術を刺せば勝てるぞ。あーここはカナジャンプからスクリュー。さあ取ったのはソロテープザンギ。さあ2勝目、お疲れ様でした。さすがですね。さあ次は、さあ続き入っていくのは、はい、京さん、京さん、またしても池袋勢同士。そう、これがね、久しぶりにあの池袋の、三河堂です。これをいたら、たまたまお会いしまして。川島さん、ここあるんですね。これはあのトイレを借りに行くだけなんですけど、あればったり、あれなるほどですよ。今日、京さんの件はね、かなり動きがキレキレなんで、ワンチャンハマると一発で強い力がありますね。まあ、しかし、エッコは弓が外れて、ピヨって判断。これね、結構ね、いい勝負になるんですよね。そうですね。おっとね、これはあの、龍より、はい、剣の方がやってるんで、やりづらいですね。なんだこの竜巻、なんだこの空竜、ナメプ炸裂ですね。なんだこの空竜みたいな、ちょっとね。スローテープ残機は、どう対応していくのかな。中足、ネリチャギから、あ、ピオリーチだったら我慢して、上からいきます。さあ中段をスクリューで吸っていく。おっ、今昇竜見えていた。そうですね、走ったのか。いや、セロテープさんあれ走ってないって言うんですよね。さあめくり空立つ2発から、膝強気に、かなり今強気でしたね。さあ今でもね、投げ返しのタイミングすごい難しいんでね。そうですよね、2回当たっちゃうとちょっとずれちゃいますからね。ダブルアリラッシュでも掴まれちゃう。さあ京さん勝利で入っていくのは仮面爺さん。仮面爺さん、はい、あれ仮面
ってバーサスもいましたっけ今週そういえば。あ、どうだったか。あ、違うな、昨日のニュートンとかの。まあ、バルブルケンは結構いい勝負ができるという。さあ、1本目は京さんの剣が持っていく。そうですね、これはでも下手に表現できないですからね。地上からなるべく行くっていう。しかし、勝利カス当たりが痛い。減りますね、昇竜が。いいですね、これ。まあ、大体追いついてますからね。タックが到着。キャミーが。さあ、2周目間に合うのかな。はい、エントリーできますよ。さあ、カメッツさん取り返して、はい、1位シーン。今日は参加者結構多くて、15人、6人かな。16人。さあ、カメアジ。さあ、投げて。さあ、反対側行ってしまったら昇竜。さあ、京さん爪が刺さったのは足かな。勝利ですね、京さん。京さん、はい、さあ、京さんが2勝目。はい、さあ、続きましては誰だ。はい、京さん勝利で寺坂さんですね。寺坂さん、寺坂さん、お、おられました。あれなんですよ、京さんの件ってそういえば、投げ使うとき膝めったに使わないんですよ。ああ、通常投げでポイント。はいはいはい、投げるときでも通常投げが多くて、さっきセルテープさんに対して膝下のすごい珍しいなと思って、はい、またここ間違えちゃったそれはないまず焦って同情ししちゃって注意が先に。さあ、画面外れ投げてきた。これは大パンです。さあ、寺坂さんが下がっとできずにじっとしてました。さあ、2本目はどうなるのかな。大足に勝利よ。厳しい、手足出したら噛まれるイメージ。さあ、結構剣の体に、ね、巻き込まれるとめんどくさいですよね。そうですよね、上昇中もありますからね、判定繋がらないだろっていう食らい方でもガッガッガッとか3回食らって、しかも通常暴れ入力してると入力間に合ってなくて膝で噛まれる。そうですよね。投げる、ほら投げていく。京さんの剣が勝利。さあ、続いてズーピー楽しい。あ、言っちゃってます。ズーピーが得意だけど、皆さんワンピーに投げたらワンピーにポイントを投げたり、ワンピー苦手と言っちゃってますからね。さあ、バイソン。さあ、バイソン入っていくな。バイソン、これはまあでも膝使わないからそうでもないかな。はい、勝利重なり見てたらオーバーすればいいだけですからね、お考えたら。しかし、ちょっと反応が遅れるとオーバーも。そうなんです。2回目にこう刈られてしまう、ね、しかし、出っ歯だった。うまいな。さあ、ここは勝って。外、そうですね、ここから1問です、ね、はい、なるほど。さあ、上から掴んでいく。これですよね、やっぱ。さあ、6割ゲット。さあ、あの勝利受けにね、合わせたいですけどね。そうですよね、我慢したい。いや、いいですね、今のストレート。あっと、合ってしまった。投げる。あ、耐えた。お、さあ、減らなかったか。さあ、スパコンがあるんで、これ削りでもいけるかな。あっと、クレイジー出てきた。上にいる剣を落としました。やはりバス、ちょっとやっぱ逃げたくなりますよね、ジャンプで。ガクガク屈伸していく。ブラック行け。行けないんだ、行けそうで行けないんだな。投げる。さあ、両者ゲージはあるが、圧倒的バイソンの方が。あ、それはやばい。ゲージの効果はいいと思われる。ああ、空中で打ち OK。さあ、京さんが4勝目。さあ、京さんが勝って、続いて金子さん。さあ、金子さんはさっき竜だったから2キャラ目ガイルでしょうね。さあ、ガイル剣。さあ、結構ガイルが有利な組み合わせですが、はい、さあ、ワンチャン膝で。まあ、京さん膝がないんで、ね、膝でワンチャンというのはないかもしれないが、
ージを嫌った感じ。ケンガエルですね。これ金子さん得意ですよね、多分ケンガエル。そうね、結構やってますね。やってますよね、絶対。好きそうですもんね、金子さん。おっと、レッパー食らっている。中足だったか、今。読みのレッパーね、さっきから伝えてますね。はい、さあ、前歩き投げを台足で、はい、さあ、ちゃんと見てから中足出しますか。しかし、剣がゼロドット。さあ、変えるのは金子。さあ、攻めるのは京さんの剣。さあ、おっと、ジャンプ中足。ジャンプ中キックは。あんま空対空あるんですね。すごい、今もう超反応。体が勝手に金子ガイルが4勝です。友田さんかな、あ、じゃあ青斎さんだ、ごめんなさい。青斎さん、青斎さん大好きなガイル戦、大好きなガイル戦。ついについに優しくないデートな式がね、牙を向いた。残念、ワンチャンあるんでね。青斎さん、今月誕生日ですって、なんかさっきアピールしてきたんですけど。あ、そうなんですか。やろうともにアピールしてる、ね、謎アピールですちょっと謎でしたよ。ダメ、あの死んだか、これは。僕はミスった青斎。さあ、これは致命傷となりかねないミスですね。さあ、たとえ画面外とはいえ、ガイルは画面外超強い。相打ちを取らないと回ってないです。青斎どうする。これは厳しい、神ですね、あれ。ちょっと待って、つかみ。あれは王妻オリジナルです。そうですね、長田式的なやつですよね。でもね、なんかを空振るわけじゃなくて、目の前にスタッフが出るんですよ。普通ヒット。でも、もみは確かレバー下のままで出るんですよね。だからレバー入れ直さない。またしてもツイッター、ピヨッタ。さあ、大抵こうなりかねないですね、大抵。ピオリーチで動いちゃってましたからね、今ね。だいぶ、ね、殺すにはもうどっかで相打ちとかこかすとか、はいはい、やるんとね、この庭としてはもう、目がないですね。しかし、金子ガイルはかなり硬い立ち回り。相打ち OK です。2ヒット、フィニッシュと。ここは残念ながら。さあ、金子ガイル勝利。続いて友田さん。さあ、金子ガイル2勝目。さあ、続いて友田ですね。友田さんですね。セロさん、クレジットがお願いします。お願いします。ボタン間違えないでください。なんだろう、バイソンか、まさか。さあ、ここはお、ベガ。さあ、水色のベガ対ガイル。これかなり難しいらしいですね。面白いですよ、うん、お互い難しいらしく。そうですね、どっちよりとも言えないんじゃないかな、これ。まあそう、まあ感じですね。あ、さあ、なぜピヨッタ。バックジャンプしてしまった。さあ、今のは殺せたかもしれないですね、一発でね。ダブルに2発でピヨッタが。まさかピヨると思ってなかった、このサブが。ちょっとビビっているよ、はい、死んでましたからね、危うくね。そうですね、あの体力だったら。今日は金子ガイルついていないのか。ダメージ投げに行かず終了。ナイトメア。おっと、サーマーで切っていく。ナイスガード。中外地埋め込んで、おっと削り、金子ガイル勝利。あ、カシムさんですね。ザンギ、またしてもザンギガイル。
これは残機厳しい。ダイエットもしっかり下で中足が置いてあった。おっ、走っていく、走っていって、バニシから切られたが、まだあるが離れてしまった。これは近づくのが厳しい。バニシ中足置いてある。これは一度離れちゃうと厳しい。さあ走っていく、これ中足に対してはちょっとあれですよね、なんともしがたいところですよね。何かあるのか、ダイヤ差し込めばああいうチョッケなのかな。ただ速いし長いしってところですよね。これは近づけない。そうですね、そればっかり見てるわけにいかず。さあ台足を食らっていく、断末魔の叫び。さあ続いてグチさんかな、金子さんのガイルが勝利で、グチさん、グチさん何でしたっけ2キャラ目は。ああなるほど、グチバイソン。今日なんかあの一般のプレイヤーの方も来ていただいてたりとか、一般のプレイヤーの方も来ていただいてたりとか、ちょっと X 流行ってますよ。はい、いや今日なんかすごい集客率で、どうしたんだ、何があるんだ今日みたいな。多分チュンリーの誕生日ですからね。さあ入っていくのは、グッチバイソン。これも近づけずなのか。さあアッパークレジー全部もらって、上からゴチゴチいって、さあヘッド、あヘッドをダブルで切っていく、ダブ様で切っていく、芋掘りが埋め込まれた。ダッシュ読み、ダッシュ読みのジャックパン芋掘り。なるほど、お互いやり込んでますね、だいぶ読み合いが。さあ上が当たるが相打ち、そこに近い打ち、この棒が当たっている。さあ我慢して、おっと我慢したところヘッドで一気に前を詰めたが、あっとちょっと歩きすぎた、ゴチゴチいった感じ、今完全に歩きましたね。中足でとがめられる。さあ3ラウンド目、今回は同じような感じ、やっぱ玉梨が押されちゃいますね。さあ投げ、さあソニック投げでガードした、ソニック投げ伺っていた、間合い伺っていた。さあ金子がいる勝利。続いてはアトミックさんか、アトミックさん。あで最後のプレイヤーに1人ハクさんが追加されました。さあアトミックさんもザンギ、これ、ね、またしてもザンギガイル3連戦目。どうなんですかねこのザンギガイル、やっぱりザンギ側としてはどうしても近づきたい感じですからね。ただしのぐ、ガイルとしてもしのぐのも楽ではない。おっとスクリュー振っていく、これは引かれるのか、光るとか光らないとかじゃない気がするが、ダブルアリで抜けたとしても、そうなんですよね、ソニックガードさせられてしまったりとか。さすがのアトミックさんも、そうですね、転がすためにもう殺されかけてますからね。でも、素晴らしい完全対応、完全対応の上の腐敗のシステムってやつですね、これが聞いたことある。さあ最後のプレイヤーハクさんですね。
ハクさんは、ハクさんキャミか、キャミじゃないのか、キャミだ。ハクさんちょっとごめんなさい、エントリー時間がね過ぎてたんで1キャラだけっていう形になっちゃうんですが、さあキャミ上から、おこれはサマつぶし、画面端サマつぶし知っている。さあフリガン恐ろしい、投げる、まだある、ジャック、おっとフリガン埋め込んでいくが抜けた、スピンドライブをサマーで抜ける。さあ削り、スパイラル削り、ゼロロスパター。さあハクキャミーの2択がすごい、2択なのか、2択以上ある気がするが、さあちょっと落ち着きを取り戻した金子がいる、戦法を変えていってる、あっきっちりフリガンを見て切っていく。さあソニックをかわすのがやっとだが近づいて投げる、おっと台足堂々と歩っていく、あっぴよっている、投げ死なない、死なないがゼロドット。さあ台足タイク、さあ金子がいる処理で、プレイヤーは出揃ったが、6勝同士1位が、あ、7勝、金子さんが7勝、アトミックさんが6勝、これは厳しい組み合わせ、アトミックさんのザンギと金子さんのガイル決勝進出ということで、これちょっとワンチャンフォークでも良かったりしませんか。まあ、ルールだからしょうがないけども、さあ三崎です、お願いします。ってことですよね、そういうことですよね。さあ一覧を宣伝していくのは金子がいる、これはちょっとさすがのアトミックさんも、これもやっぱり育成運動はあるので、はい、ゲミの材料もやっぱりそうですね、はい、攻め続けることがやっぱり大事だなと思います。さああと2つですが、なんとか頑張っていただきたい。ぐんぐん急成長中の金子がいる、全く隙を見せていない、アッパーでは対応させていく、きっちり三段、これは厳しいぞ。さあ金子ガイルが守りきれるか、アトミックボーイが攻めきれるか、お互いね結構硬いですよね、4ラウンド目ですからね。さあ上から行った、スクリューまず1回目、あーっとダブルサマー出している、どうしたかったか、いやたまにあるんですよ、ちょっとねちょっとタイミングずれましたね今。さあ2試合目も金子ガイルが取っていくが、さあ
最後の試合になってしまうのか。いや、行きそうでしたけどね。さあ、ナイスさして上から離れてしまった。で前行っても何もないですね。佐々木がきついですね。キックの効果が見えないので。なるほど。むしろバイシングルールキックぐらいじゃないと。なるほどですね。ここから足が待っている。さあ最終ラウンドリッチの先にかけたのは金子がいる。金子ガルの間合い管理がすごいですね。1回。さあ上から待っている。おっと、まさかのスッター、リバーサスッター。さあ、あー、金子ガル優勝は金子ガル、おめでとうございます。いやー、ありがとうございます。一言だけいいですか、金子さん。ありがとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。まさか最後あれリバーサーで座れると思ってなかったですよね。いやー、みんなびっくりしましたよ。いやー、でも素晴らしい試合でした。ありがとうございました。はい、というわけで第113回四季の細道、優勝は金子さんのガイルでした。いやー、あとあれですよね、ストフェスの告知をお願いいたします。3月の17日に、はい、中野のレッドブル、はいはいはい、e スポーツカフェ的なやつでした。そこで X 勢で、まあ多分知らない人はあんまりいないと思うんですけど、17、はいはいはい、誰しものジャイさんね。 他にもストリートファイター03、はい、あとストリートファイター3サードストライク。レギュレーション的にはあれですよね、PS4 のアニコレなんでしたっけ。ですね、アニコレを使って3タイトル同時にやるイベントなんですけども、はいはい、ってことですよね。まあ、X もやります。 X という名のターボもやりますと。あ、そうか、ローカルマッチは X でできるんでしょうか。なるほど。不要な情報かもしれないですけど、3月の17日日曜日はあれですね、はい、アオサイさんの誕生日の翌日です。はい、僕もどうでもいいんですけど、さっき吹き込まれたんで言ってみました。今さっきやってる X のイベントとかは結構、はい、まあ、はいはいはい、ガチの対戦が多いんですが、どちらかというとコミュニティイベントの要素が強くて、はい、そうですよね。結構新規さんも来られるのかな、はい、だと思います。うんうん、はいはいはい、X の大会とかで見かけない人とかもいたので。なるほど。家庭用を中心にやってる方なのか、まあでも店の人もよければご参加してください。あれですよね、筐体じゃないから、アケコンだから、はい、X勢だからってとは限らないですよね、結果がとは思ってるんですけど。あ、そうですね、家庭用ならではの、うん、環境変わっちゃいますからね。そうですね、若干戸惑うところもあるかもしれない。あと時期ともちょっと動きがやっぱり違うところもあったりなかったり。そうでもない、そうではない、移植は完璧。移植というか移植の状態に、あ、違うんですか。エミュレーター、エミュレーター、なるほど、完全移植ではなく完全エミュレーターという噂もありますが、なるほど、そうですね。そうなると X 勢にもチャンスはあるが、ただあれですよね、筐体じゃなくモニターもあれですよね、液晶とかですよね多分ね。そうするとコントローラーとかモニターとかやっぱ環境が変わるんで、慣れが必要なところもあったりすると思うんですけれども、はいはいはい、できたら多分狙いとしては、はい、ゲーセンで X 遊んでる人たちと、はい、普段家庭用とかで遊んでる方々、はい、まあ、交わることがそんなにないので、これ事前エントリー必要なんでしたっけ。必ず事前エントリーが必須かどうかちょっと締め切りはいつも15日まで、はい、17日の試合の、エントリー締めが15日までと、だいぶゆるゆるですね。でも、まあ、当日だけでもあると思うので、
なるほど。はいはい。ですがまあ事前エントリーしておくか。参加費用とかは無料です。おお。なんと無料で。マジですか。無料ですか。行ってしまえば。いやいやいや、ぜひぜひね、あの行ける方行っていただけるとありがたいですよね。そうですね。このゲーム25年経ってますがまだこれからって感じですよね。そうですね。で、そうですね。ゼロスリーサードをそれぞれエントリーしたら、あの長期エントリーになるので。はい、ゼロスリーもサードもあるとありますね。まあ、出たかったら全部出ちゃってもいいよみたいな。スリーサードですよね。ゼロのスリーゼロスリーとストスリーのサードとゼロスリーとゼロスリーと AXX ですね。 2X ですね。なるほど。ちょっと今混乱してしまいましたが、もう全部出ちゃってもいいし。なるほど。全部出ようかな。できる人は全部ね出ていただけるとですね。あれザンギいないですよ。あ、なるほどなるほど、はい、なるほどですね。マットギアですね、はい、昨日ちょっと大山優太と練習しました。あ、なるほど、はい、素晴らしい。そうですね、サードもありますからね、あちらね。へぇ、ぜひぜひ、はい、やっぱ今日来て興味ある方、今日ゲイトナに来てくれる方のうち何人かはやっぱ出てくれるみたいなんで、素晴らしいことですね。ありがたいです。場所は中野なんですね。中野です。なるほど、はい、わかりました。それあと電話わかんないことがあったら、はい、ツイッター経由ツイッターとかね、あれジャイさん中心にやってるんですか。X の、その主催が3人いて、はい、X 担当はジャイさんですね。はいはいはい。ロスリーがバージョンさんっていう方。なるほど、はい、あんまり自分あの X で以外面識ないんですけど、まああのツイッターとかでインターネットとかで検索ストフェスと検索していただければ引っかかるのかなと思いますので、興味ある方はぜひぜひネットから応募とかよろしくお願いいたします。じゃあ今日の配信こんなところで。そうですね。あ、配信はそうですね、まだ同じ間で続く感じ。だいぶ盛り上がってますからね、今日熱気がすごいですよね。ちょっとなんかびっくりするぐらい、今日なんかあったっけっていうぐらい。そうですよね、今日何の日だっけみたいなね、はい、あ、チューリーの誕生日なんで。それはあったかな。そうですね、みんな祝いたくてしょうがないです。はい、というところで、まあ、マイクはこれにて、私山本とセロテープでした。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。Yeah.
Thank you.